スネーク、アマンダを追って次の拠点へ向かうんだ。彼女とサンディニスタのメンバーが去った方角は次の拠点、資材置き場の場所と一致する。アマンダと接触しよう。増援が来ているようだ。気をつけろ。フルトン回収が完了した。アマンダは吊り橋の先に行ったな。急ごう。吊り橋からぶら下がれば敵をやり過ごせるかもしれん。エルードするには橋の手すりの近くでアクションボタンを押すんだ。サンディニスタの兵士が捕虜になっているかもしれない。注意するんだ。回避できそうにない。スネーク、やれるか。敵部隊を無力化してくれ。攻撃を。重装備の兵士が随伴している。Okay.
それで喧嘩を。チコには知られたくなかったから、だからみんなで秘密にしてた。私たちはソモサの国家警備隊に祖国を追われ、国境を越えてここまで流れてきた。それでもなんとか抵抗を続けることができた。アマンダ、そこの工場、あのバナナ工場。それは表向き、本当は麻薬を生成していた工場よ。 KGB の支援を受けてその運営を任されてた。その収入で食べ物や武器を。ええ、父さんは黙ってたけど、みんな知ってたこと。事故以外はね。それもこれも同志や武器を集めて、みんなを一つにまとめて、ニカを自分たちの手で再建するためだった。麻薬に手を染めてまで頑張ってきたのに。でももうダメ。私たちは指導者である。父さんを失った。私なんかに代わりは務まらない。工場さえも奴らに奪われ、このままじゃバラバラに。革命どころの話じゃない。ほら、負けたぞ。あんたは積み荷を追っているの？ああ。相当大切なものが入ってるようね。全てを破滅に追いやるものだ。おそらく核兵器。核兵器。大変、グズグズしてはいられない。イラスに行きましょう。そこが奴らの搬送ルートなの。多分チコや同志たちもそこに囚われてるはず。チコは喧嘩するといつも舞台を抜けて一人でどこかへ行ってしまうの。だから奴らの拠点はチコが一番詳しい。チコが。やはり弟のチコが気になるんだな。だから私はリーダーには向いてないの。いいだろう。少し寄り道になるが、その場所を教えてくれ。山岳に収容施設があるの。多分チコも。チコは山岳の収容施設か。お願いがあるの。チコを助けられなかった時は、チコの苦痛を、屈辱を和らげてあげて。苦痛に負けて仲間を売るようなことになったらお願いよ。彼の名誉だけは守って。それは約束できない。どうして。俺たちは祖国を捨てた。それでも生きてる。それでも戦い続ける。生きる理由は他にいくらでもある。少しは生き返った。アマンダ、体が回復するまで俺の部隊に来い。あんたの部隊。あんた誰なの？なぜここに現れたの？俺はスネーク、蛇だ。蛇？もしかしてあんた偉大な指導者、私たちを導いて。バトリアリブレオーリー。
カズ、聞こえるか？こちら MSF。 一人回収を頼む。怪我人だ。了解。それからカズ、陸揚げされた物資はやはりイラスの方だ。つまり核もそこに運び込まれている。そうだ、間違いない。急ぐぞ。スネーク、アマンダがプラントに到着した。スネーク。アマンダ、具合はどうだ？生まれて初めてヘリに乗ったけど、おかげで大嫌いになれそう。聞いての通り元気だ。アマンダ専用の周波数を用意した。必要な時は彼女にコールするんだ。米拠点と傭兵部隊、それからフレンテのことなら何だって聞いて。お願い、同志と事故。わかった。よろしく。パス。スネーク、アマンダの容体はマザーベースの診療所で確認できる。わかった。それから回収した戦闘捕虜を人員配置することを忘れないでくれ。わかった。組織を作るのは誰に何をさせるか。これがマザーの成長方針を決める。わかった。ボスの重要な務めの一つだ。わかってる。